増えてる。行く年、間違えた。俺キーさんも投げたの？宝船ハリーさん、ありがとう。キーさんも投げてくれたの？いつのタイミングで？いつのタイミングで投げたの？ギフト全部見えてなかった。新年になってからのギフト全部見えてなかった。ねえ、みんなに、みんな、開けてから投げたの？いつ言ってよ。私が無視したやつみたいだったじゃん。いや言えないよね。いや俺タワー投げたよみたいな、なんかずうずうしくて言えないよね。そうだよね。皆さんもしかしてなんか明けおめギフトとか投げてくださってたんですか？もしかして。うわ全部見えてなかった。ごめんなさい。音割れする？絶対マイクだよね。まずハリーさん、わ花火も見えなかった。まずは宝船タワー、ハリーありがとう、ありがとう。そしてキーさん、これは鏡餅タワー、ありがとう。ありがとうございます。すごい、いやーありがとう。玉投げしすぎたの？とりあえずちょっと。ありがとう。うわー、皆さん、あの明けおめ系の新年ギフト投げてくださってありがとうございます。ありがとう。読めなかったんだ。うわー悔しいな、みんな。うわーうわー申し訳ないな。ありがとう、しんじさん、誰もありがとう。うわー、そっか。いやー、かなり申し訳ない。そっか、いや、かなり申し訳ない。ありがとうございます。申し訳なさすぎてこの顔になんの。申し訳ない。そっか。そっか、ありがとうございます。うわー、ありがとう。キーさんはあのタワー投げるのが私が初めてって言ってくれたじゃないですか。嬉しくて。ありがとう、嬉しいです。本当になんかそういう、何、私にそんなことしてくれるなんて、ありがとう、嬉しい。だからもう幸せにするからな。ありがとう。そしてハリーさんも宝船ありがとう。だってすごかった、なんかグワン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 さ。そう、いや、よく覚えてる、もちろん覚えてる、知ってるもん。いやハリーさんもグワングワン、あの宝船揺らしてくれてありがとう。本当にありがとうね。もうこれからも2023年は幸せにするのでよろしくね。それもちろんマリさんのことも、行く年、あ、来る年、あり、本当ありがとう、本当にありがとう。そこ言葉がもう幸せにするので、ちょっとタワーのお礼またあの後日させてください。あの実はあのタワーのお礼めちゃめちゃ渋滞してて、ちょっとタワーのお礼あの配信、タワーのお礼配信したいんですよ。なのでちょっとカウントダウン TV いいな。幸せにするよみんな。たっきゅん、明けおめありがとう。ハッピーニューイヤー2023ありがとう。あ、これをもしかして投げてくれてたのかな。ありがとうございます。読めなくてごめん、本当に。しんじさん、誰もありがとう。今年も一緒にいっぱい笑いましょう。ありがとう。なんか歌ってほしい曲とかありますか？じゃあね、カウントダウン TV 見ちゃう。ちょっと消しとこう。いや消しちゃう。
ちょっと配信に、いやでも消しちゃった、絶対結婚 しような、うんうんうん、まあ、2023年はまあ神谷圭さんハッピーニューイヤー2023、ありがとうありがとう、本当にロマンティック病、ロマンティック病歌っちゃうリコなんか、ロマンティック病が聞きたいんですね皆さん鼓膜破られる準備できてるかそこのみんな鼓膜破られる準備できてるかよっしゃイヤホンにした破られにいっとるおーいボリュームマックスで聞けるか2023年初っ端鼓膜破られる準備できてるかファーそれでは聞いてくださいロマンティックワンツースリーある日君に巡り合い iPhone になった気持ちは飛び込み元気どうでもいい話をして見られたアプリさよなら次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかったにこちないしょうもないありえない恋をするとダメもがいつの間にか染め以前と人が変わるもんだよまるで別人のようにだって瞳は一方通行相変わらず上がり話だっという間にバイバイ&あった心で好きすぎ個人的な話できなかった可能性将来性協調性恋と不意は違うよ気づかれたいそれが恋さそばにいるだけでいいそれが愛だとわかった
ああ聞こえるかな。ああ聞こえますか。やばい、お正月だからさ、ちびか空いてないね。聞こえる？ああ聞こえる？ほんと？あ聞こえる？のりみょんさん、ミラーボールありがとう。ちゅうちゅうさん、音符ありがとう。トリダーさん、音符ありがとう。りょうへいさん、馬ありがとう。たつやぽん、ミラーボールありがとう。トリダーさん、音符ありがとう。みゃんこ先生、音符ありがとう。たつやぽん、ミラーボールありがとう。トリダーさん、音符ありがとう。トリダーさん、ハッピーニューイヤー2023ありがとう。なるさん、レインボースターありがとう。しわいさん、ハッピーニューイヤー2023ありがとう。もう音量戻していいですか？大丈夫だよ。もともと眠いのに起きた。鼓膜破り染めできて嬉しかった。明日は昼から、ライブです。明日は、8時に起きようかなって思ってます。でもそんな早く起きすぎたらあれか、何、朝ごはん私食べないで、ないから食べないで行くつもりだけど、あれ、そしたらお腹空いちゃうよな。でも明日の朝準備したいから、やばいやばい、独り言が全部漏れてた。あ、今日か、今日。あ、ほんと？普通に喋ってる時もちょっと割れてる、嘘。姉妹さん、ペンライトありがとう。とりあえず皆さん、今年もどうぞよろしくお願いします。あ、良いお祓いできた？なんか他歌ってほしい曲ありますか皆さん。あー怖い怖い。あー怖い怖い。あー怖い怖い。いや、ほんとあと何時間後に会えるんだよ。1月1日私は一番上手に踊る、もう踊るので見ててください。悪霊退散できた。ファーストラビットいいですね。もうぴったりじゃん。なんか確かに今年もラビットのスペリングが BB じゃないですか。でも TTO にしないとやばい。じゃあうさぎ年、ファースト、最初のうさぎになります。
で痛めて、それでも夢を諦めない、最初のウサギになろう。ありがとう、鳥田さん音符ありがとう、しいたけさんペンライトありがとう、アムトンさんレインボースターありがとう、たっきゅんパチパチありがとう。こうして見てるとすごくアイドルだ、いやアイドルなんよ。鳥田さんありがとう、ストージのおひさまさんペンライトありがとう、カピバラミキヤくんあけおめありがとう、ハリーさんペン…ちょちょハートありがとう。ありがとうございます、ありがとうみんな。キーさんかわいいありがとう、ケンタッキーさんあけおめありがとう、ありがとう、マリュさんペンライトありがとう、ハリーさんミラーボールありがとう、ありがとうございます。チキン野郎の何のバカ、結婚して、はぁ、結婚するかほんとなぁ、初手から2023年初日から厳しい私。カミリアケイさんパチパチありがとう、トリダーさんパチパチありがとう、明けましておめでとう。え、これはどうですか皆さん、これ歌いたい。え、何サラピオール、あーサラピー、明けましておめでとう、こっちサラピー、降臨です、サラピ各ルームでおたかつ中ご挨拶してくれてるの、サラピー、やかましい、音量マックスのまま、え、嘘、鼓膜破れました、大丈夫、ん、あ、大丈夫大丈夫、じゃあちょっと次は2023年も笑わせてですね、はまた一緒に笑おうな。私はサラピにメンタルを守られてるので、私のメンタルを頼みました、サラピありがとう、明日会おうね。じゃあ皆さん初日を聞いてください、初日。私は立てる憧れていたステージ、
キヤロ7人のおバカペンライトありがとう。チャペアペカラキナありがとう。鳥田さん音符ありがとう。椎茸さんペンライトありがとう。いやなんか一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もあるし、いや私皆さん私知ってますか、メールにも書いたんですけど、12月21日 に2019年10あちょっと待ってください逆ちょっとその前にギフト読ませて。チューチューさんありがとう。音符ありがとう。トリダーさんも音符ありがとう。テイカーさんも音符ありがとう。カミリアケイさんミラーボールありがとう。マリュさんペンライトありがとう。タッキーさんハートありがとう。ボヤキーさんも音符ありがとう。ストージのおひさまさん音符ありがとう。タツヤポンミラーボールありがとう。マリュさんペンライトありがとうございます。トリダーさんありがとう。ノリミオさんミラーボールありがとう。ありがとうございます。あーハゲちゃん明けおめとか、え結婚して、はぁ結婚せんわ。かわいいとか尊いとかたくさんありがとう。お餅お餅明けおめハッピーニューイヤー2023ありがとう。うちわまで明けおめ今年もよろしくね。ありがとう。嬉しい。チキアロ7人のバカブラボーありがとう。ブラボーブラボーブラボーうわーありがとうございます。キヨニーパチパチありがとう。2019年12月21日にあの2期研究生のお披露目イベントがあったんですよ。そのレッスン、その日のためのそのお披露目のためのレッスンで、あのレッスンの初日で私泣いたんですけど、その踊れなくて本当に踊れなくて泣いたんですよ。そうサイドステップも踊れなくて、ダンスの先生にも君は本当に一番下手くそだよって一番ダンスが下手くそだよって言われてたんです。でも笑顔が取り柄だからずっと笑顔でも笑顔が取り柄でしょって、だから笑顔でいてねって言われたことがあるんです。でも私本当に一番ダンスが下手って言われてたんですね、2期研究生の中で。もうそれでもなんか皆さんと一緒にやってきて、それなりにダンスも克服できたし、なんならダンスを褒めてもらえるようになってきたし、最近はすごい、なんかそのダンスが下手だった頃も私は ずっと忘れない。そうなんです、こういうエピソードちょっと感動エピソードがあります。そう私笑顔が取り柄なので、これからも皆さんといっぱい笑顔になれるようなことしていきたいし、笑顔でいたいなって思いました。いや本当ですよ、この多分私の本当初期多分その初日お披露目公演見たことある人は分かると思うんですけど、私本当にダンス下手くそだったんです。ダンスも覚えられないし、それで本当泣いてたし踊れなくて、でも笑顔忘れずここまでやってこれたのは本当皆さんのおかげです。ありがとう。もうね2023年もその気持ち忘れず頑張っていきたい。なんか成長できるように頑張ります。本当成長したよね、なんか自分で言うのもあれだけど本当に成長したよね。ギャップすごすぎてそこにやられたみん、あらそうなの。 Request the best in my opinion. My opinion. May your dreams come true. Thank you. ありがとう。わあ、ハゲちゃんファイトって、ありがとう。リコチルーム来るとケーキもある、嬉しい。リコちゃんのポニーテールほどいた君を見たのダンス好きです、嬉しい。明日も頑張ります。頑張りが報われてほしいとか、なんかリコチなんかの表紙でバズること願ってるよと、嬉しいです。毎月1回、え、そうだよ、毎月1回泣いてたの私。私本当に月に本当1回絶対何かで泣いてたけど、もうほぼ泣いてない。年に一度泣くか泣かないか。強くなった、ありがとう。これからも強くなる。テイカーさん結婚して、は結婚せんわボケボケってちゃった結婚せんわボケってちゃった、ごめんごめんね言い過ぎちゃった。
こちゃんのパフォーマンスがいいよねって言ってくれる人が多くて本当嬉しかったよ。嬉しい、ありがとう。いやそう言って喜んでくれるのも嬉しい、本当にありがとう。そうだね、今年は嬉し泣きを一緒にできるように頑張っていきたい。ショールームでメンタルブレイクしてたよ。そう、月1回何か言われて、あハゲちゃん結婚して、はぁ結婚せんわ、何回送っても結婚せんわ、可愛いって言っても結婚せんわ、なんなんコリーね、ほんとひどいひどい私の口調が。いや頑張りましょう皆さん、ほんと私はなんだろう、みんなと楽しくアイドルしていきたいし、笑顔、みんなを笑顔に、なんだろう、恩返し、笑顔にして恩返しできるように、私はもう今年1年本当最善を尽くすので、たくさん支えてくれるくださると嬉しいです。みんな寝てない？もう12時49分はハゲちゃん結婚して、は？こんな送っても結婚せんわ、コリンチャイ早く結婚せんわ、ねえ結婚しないよねえ、ド M の俺にとってその言葉は最高なのよ喜んでじゃねえよ、ほんとに喜んでじゃねえ、ほんとマリスさんハートありがとう。ちょっと寝てた、ほらほら、起きたます、いや起きたますってもう5時しとる、半分寝とるちょっと前まで寝てました、ほらアリーさんありがとう。結婚して、はぁ、結婚はせんけど私は幸せにしてあげるよ話聞き、はい、聞いてた、いや絶対寝とるやん次どんな、じゃあこれ最後の曲になるかも、1時でも私このノリだったら私2時まで配信しちゃいそうだけど、どう、みんなついてこれんやろ、だって2時まで私配信してみ、2時まで配信したらついてこれんやろ、みんなこたつ暖かい、あついてくる、下怖いな寝ながら公演してそう、明日早い昼公演大丈夫、まあ私3時間寝れたら余裕なのでオールで死んじゃう、姉妹さん結婚して、はぁ結婚せんわ、一途になれよ、ほんとハリーさんハートありがとうついてきてくれる、オールするね、ダメだよダメだよ、とりあえず2時、いやちょっと飽きるまで配信しましょう、とりあえずタッキュン結婚して、は結婚せんわ、ほんま何度言ったらわかるね夜食食べていいの、うちさの大晦日でもう食料ないんです、飽きるまで、じゃあ何歌う何歌いますか、ちょっとヒートテックが見えちゃう、何歌う、飽きるまで歌おう、飽きるまでが一番怖い、私も決勝歌いたかった、みたらしロップ直飲み、みたらしロップも実家に持って帰っちゃったから醤油しかない、うち醤油しかない、私も決勝ずっと歌いたかった、これはもう聞いてほしい、なんか私皆さんとの皆さんとの関係は決勝でありたいんです、初日ファーストラビット、さっき歌ったよ、寝てたでしょ過ぎたら黄色い枯葉が住まい
私たちの愛は結晶のように育まれていきましょうね。チキン野郎ナナリのバカレインボースターありがとう。タツヤポミラーボールありがとう。ハゲちゃん音符ありがとう。やばい寝れそう。寝れそうじゃないよ。寝るんじゃない。ほんと私の歌ちゃんと聞きなさい。ほんとに正座しとけ。ほんとタツヤポミラーボールありがとう。おひさまさんハートありがとう。たっきゅんたっきゅんありがとう。たっきゅんあ、たっきゅんじゃない、違う違う。ぬりみょうさんミラーボールありがとう。コメント読んじゃった。ありがとうありがとう。私もこの歌詞めっちゃ好き。トリダーさん音符ありがとう。しいたけさんペンライトありがとう。マリュさんペンライトありがとう。ハゲちゃんミラーボールありがとう。たつやぽんミラーボールありがとう。ぼやきーさん音符ありがとう。キーさんかわいいありがとう。タッキーさん尊いありがとう。カミリアケイさんパチパチありがとう。大好き。あ、明けましておめでとう。今年もよろしくね。あー、タッキーアイスありがとう。うわー、伊藤ひろしお餅もありがとう。それでつまり結晶というか結婚や。は、何を言うとる。ほんとアンドーナツさん音符レインボースターありがとう。カニフミオさんレインボースターありがとう。あ、ぷーぷゆーぷーぷりーぷーぷりん、これですか。プリンの歌がいい。チューチューさん結婚して。は、結婚せんわ。諦めてください。本当に諦めろ。たっきゅんありがとう。手紙、え、似てるでしょ似てるでしょ。ぷーぷゆーぷーぷりーぷーぷりーん、ぷーぷゆーぷ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 ー、かきかきかきぷやぱぱ。落書きして、そう見つけて怒って落書きしてぷゆっていう、それまでが
ねえ、アンドーナツさん、お誕生日なんですか？ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、アンドーナツさん、お誕生日おめでとう。おめでとう、めでたいね、1月1日お誕生日なの？めでたい。はなかっぱ、あしゅんかしゅうとわさひるば、はなさきわからん、うー、つかいか。できてるこれ。おしゅんかしゅうとわさひるば、はなさきわからん、うー、かいか。おめでとう、アンドーナツさん。リコッチのアバター来てくれてて嬉しい。いつもありがとう。誕生日おめでとう。うわ、幸せにしてあげる。この一年してあげる、上から目線。わあ、ありがとう。いや、決勝いい歌だったな。なんかこういう歌ないんですか？なんかこういう歌他にないかな。うまっ。お、テイカーさん、あけおめ、表明ありがとう。明けましておめでとう。皆さん、星空のキャラバン歌えないよ。聞くだけ聞いてみよう。ない、なさそう。星空キャラバンない、キャバランやないもんね。なさそう。ダサい、ダサい。おさも読んだか、歌えない。リコちゃん、エスキャラ開花したか。なんか元、なんか眠る何か、多分ね、開花したんやと思う。元からそういうあれがあったんやけど、開花した。ダサい、おさも歌えない。夢に色がない理由。それでも好きだよ、いいね。あー、チャンスの順番過ぎたい。うわ、それでも好きだよ、歌いたい。うささん、明けおめ、ありがとう。夢に色がない理由って曲、ちょっと絶対聴くね。ありがとう、教えてくれて。じゃあ聴いてくださいな。これ私にぴ、なんだろう、みんなにとってはどうなんでしょう、ぴったりな。リコちゃんコールお願いします。リコちゃん、リコちゃん。好きになる。
出したら格のキスもできるよ。本当に好きだよ。真面目に言われたって歌うふりぶかいかな。何か信用できないの。本当に好きだよ。何度も聞かせてよ。感情がバリア張ってる。ハート使って好きだよ。好き？皆さん私のこと好き？何度この膜、何度鼓膜破っても私のこと好き？好き？大好き？ずっと好きでいてくれる？たまんたまんたんかね、いろいろなんだよ。いつもヘタレで失敗ばっかりしてるけれど、そんな私がいいいいっていう人だっているそれでも好きだよ。大きな声で言って、ネガティブな私にもちゃんと聞こえるように。それでも好きだよ。はっきり伝えてよ。私だけじっと見つめて、さあもう一度好きだよ。好きだよ。2023年も私のこと好きですか？私も好きだよ。鼓膜は破れ、何度何度も破れて強くなっていくんです。きっと皆さんの鼓膜もどんどん私に破られて強くなっていきますよ。トリダーさん、パチパチありがとう。ワタヤンさん、ペンライトありがとう。チキンヤロー7人のバカ、レインボースターありがとう。タッキュン、ありがとう。花束、トリダーさん、音符ありがとう。寿司、タッキュン結婚して、は好きやけど結婚せんわ、ごめんね。ほんと諦めてくれる私のこと。トリダーさん、音符ありがとう。みんな、ノエゾさん、ジージーありがとう。結婚して、は、まあ、好きやけどごめん結婚はできんわ、諦めて。ノエゾさん、かわいい、いいね。うま、ありがとう。ノリミオさん、ミラーボールありがとう。わー、カニフミオさん、レインボースターありがとう。トリダーさん、パチパチありがとう。ダヤンさん、ペンライトありがとう。僕の鼓膜もう頑丈すぎてビビってる。え、もう体勢つき始めてきたの。鼓膜何度も破られると熱くなって聞こえづらくなるよ。ちょうどいいんじゃない。私の爆音でちょうどいいんじゃない。うん、次はどの歌歌ってほしい。人生方向音痴さん、明けおめ、うわー、ありがとう。たくさん、明けおめ、今年もよろしくな。ボーユさん、ハートありがとう。どんな歌歌う。ツーウィークコマキューか、ワンデーアキブみたいな。君の名は希望、いいね。でもあれ、なんかゆったりしちゃうじゃん。なんだろう、うわ、なんでさ、それ選ぶ、すごいね、ナイス。え、ないん、ノーリザルト。夢は逃げない、歌いたかった、めっちゃ歌いたかった。赤さたな浜、ない、夢は逃げない、つらい。なかった。
じゃあこれは歌えるかな私。これはどうかしら。うわみんなあのうわいいな、チャンスの順番歌いたい、ずっと思っ、さっきも言った、あーいいな、全部いい曲さリクエストしてくれるじゃんみんな。いやうわめっちゃいいじゃん、あなたとクリスマスイブもいいな、光合成希望とか私のお箱知っちゃ知ってるね。背伸び背伸びしようぜ、その手その手もっと高く、いつの日か届くよ夢は高い木の実。 Oh yeah